今回のハウトゥーナビはタイヤラックの作り方を紹介していきます。はじめに材料と道具の確認を行います。使用するのはイレクターパイプ 900mm、 イレクタージョイント J5、 イレクタージョイント J12B、 イレクターキャップ J49、 パイプカッター、イレクター専用接着液です。パイプカッターを使ってパイプをそれぞれの長さにカットします。カットしたパイプに接着液を塗りながら組み立てていきます。800ミリパイプの一方の先端にジョイントを取り付けます。ジョイントから220ミリ離れた位置と650ミリ離れた位置にそれぞれジョイントを取り付けます。800ミリパイプのもう一方の先端にキャップを取り付けます。これを2セットずつ左右対称に作成します。800ミリパイプに取り付けたジョイントに300ミリパイプを3本はめ込みます。これを2セット作成したらサイドフレームは完成です。サイドフレームの2セットに取り付けたジョイントに500ミリパイプを4本はめ込んだらタイヤラックの完成です。いかがでしたか？タイヤラックの作り方、ぜひチャレンジしてみてください。